イスタンブールのアヤソフィア、ビサンティン建築の代表とされる。建築様式とは、ある特定の特徴を持った建造物の様式、またはその建築手法、対象物を特徴づける特定の建築手法のことを言う。建築様式と美術などの他の様式と名称が同じであっても、それぞれは時代的には必ずしも完全に一致するとは限らない。トマスコールの 建築家の夢。西洋の歴史的なスタイルの建物のビジョンを示しており、エジプトのピラミッド、ペルシアの建造物、ギリシア、ローマ、ゴシック、ビサンティンの建築様式の建物が一堂に描かれた絵画となっている。建築様式は建物やその他の構造物を注目に値する、または歴史的に特定できる特徴によって特徴づけられている。それは、 一般的に資格芸術のスタイルのサブクラスであり、建築のほとんどのスタイルはより広い現代の芸術スタイルに密接に関連している。スタイルには、ホーム、建設方法、建築材料、地域の特性などの要素が含まれる場合がある。ほとんどの建築は、時間の経過とともに変化するスタイルの年代順に分類することが可能であり、これは、変化するファッション、新年、 宗教、または新しいスタイルを可能にする新しいアイデア、テクノロジー、または素材の出現を反映していると考えられている。また、建築様式は時と場所によって変化する。従って、建築様式は歴史と深く関わっている。例えば、ルネサンス期には古典復興の風潮の中、ローマの建築様式を手本とした建造物が、 数多く建設されたし、また、ナポレオンの時代には、彼の皇帝としての威厳を示すために、ギリシャやローマの建築様式を真似た建築を建てる、風潮や、彼のエジプト遠征の影響によるオリエンタルな雰囲気の様式の建築物があった。また、建築様式は、建築家や依頼主らによっても変化する場合がある。例えば、19世紀のビクトリア長期等には、 様式という価値観が発見された時期である。従って、人々の間には、それぞれ別の様式があるのならば、自分たちも好きなように様式が選べるのではないかという考えも現れ、ビクトリア長期は建築様式の混在期となった。その時期、古来の文化、様式から学んだ建築から、既存の建築様式に反抗する建築様式も発生した。また、 同じ建築家であっても用途に合わせて様式を変えたりするようなこともあった。その後、装飾過微な建築からモダニズム的な建築物に変遷していき、建築様式の流行が小刻みになっていった。そのため、現在では一定の建築様式は見出すことができないとされている。建築様式が成立するには、外観、フォーム、建設方法、建築材料、 地域の特性、内装などの要素が含まれる。ほとんどの建築様式は時代の経過とともに変化することが多く、その時代の流行した美術の様式と密接に関連している。これはその時代の流れとともに変化する美術の様式、信念宗教、新しい技術の出現を反映し変化する。従って建築様式は社会の歴史から発生する。 様式は社会の歴史から埋まる。それらは建築士の主題で文書化されていることが多い。建築様式が変遷すると、建築家が新しい建築様式を学び、それに順応するにつれて、通常は徐々に変化することにより、建築様式は発展していったのであった。新しいスタイルは、ポストモダニズムなど、21世紀に独自の言語を発見し、 他の名前を獲得したいくつかのスタイルに分割された既存のスタイルに対する反抗に過ぎない場合がある。建築様式は他の場所にも広がることが多いため他の国々が独自のひねりを加えながらその起源の様式は新しい方法で発展し続ける。例えばルネサンスのアイデアは1425年頃にイタリアで登場し今後200年間で ヨーロッパ全体に広がった。従って、フランス、ドイツ、英語圏、スペインのルネサンスは、同じスタイルでありながら、独特の特徴を持っている。建築様式はまた、植民地主義を通じて、彼らの母国から学ぶ外国の植民地によって、または、新しい土地に移住する開拓者によって広がる。一つの例は、18世紀後半に、スペインの司祭によってもたらされ、 現地の建築様式と融合してユニークなスタイルで構築されたカリフォルニアのスペイン的な様式であるサンピエトロ大聖堂、ルネサンス後期とバロック前期の建築。ヨーロッパの建築史上の主な建築様式にはギリシア建築、ローマ建築、ビザンティン建築、ロマネスク建築、ゴシック建築、ロシア建築、ルネサンス建築、ロココ建築、 新古典主義建築など、近代では、アール・ヌーボー、アール・デコ、国際様式、ポストモダン等が挙げられる。また、建築様式の定義に当てはめると、ロマニスク様式は、ローマの建築様式をとにした、教会堂などに合わせ、手楼、ステンドグラス等を付け加えた箇所、また、アヤソフィア等に代表されるビザンティン建築では、アジア的なドーム、 アーチなどのローマ建築から継承した特徴等が特徴として挙げられる。これらの建築様式は細かい分類の条件など地より様々な形で細分化することができ、例としてローマ建築は末期ローマ建築を包括する。また共通性の抽出の仕方も様々であるために建築様式の名称は無数に考えることができる。西洋における 建築様式の建物は、前期には神殿や公共建築物のために、中期には教会のための建築として発展した。また、後期には宮殿や市民のための建築にも様式は用いられるようになった。また、西洋の建築様式は明確に分類することができないことも少なくない。例として、ローマ帝国の滅亡後に、 ローマ建築を継承したビザンティン建築は初期の時期にはローマ領で発達した末期ローマ建築の要素と初期キリスト教建築が混在している。したがって両者の明確な区別はほとんど不可能で緩やかにビザンティン建築に進化していったと考えられている。西洋の建築様式においてはそのスタイルが時代遅れになった後復活と再解釈が発生することもある。 例えば、古典主義は何度も復活し、新古典主義としての新しい生命を見出した。それが復活するたびに、それは異なる意味合いや様式を帯びてゆくことが多い。スペインのミッションスタイルは100年後にミッションリバイバル建築として復活し、すぐにスパニッシュコロニアルリバイバル建築へと進化した。タージマハルアジアの建築史上の主な建築様式には、ペルシア建築、 ヒンドゥー建築、仏教建築、ヘレニズム、日本建築、イスラム建築、ムガル建築、チベット建築等が挙げられる。アジアは西洋よりも広大、かつ民族の系統や文化も多岐にわたり、また西洋のように統一性を持つことが多くなかった。そのため、アジアでは大変多様な建築様式が開花し、それぞれ独特な進化を遂げた。 また、建築材料も、建築技術も多岐にわたる。しかし、イスラム建築は7世紀から18世紀、内史は19世紀までの期間に、イスラーム文化圏で形成された建築を指しており、アジアの他にもイスラーム教の信仰される中央、北アフリカからインドネシア領までで使用され、一定の統合的な原理を持つ。また、イスラム建築は、 古代建築の特徴を西洋建築よりも色濃く受け継いでいると言われている。西アジアや中央アジアの建築様式は古代オリエントの建築様式の要素を色濃く受け継ぎ反映したが東アジアや東南アジアでは西アジアの建築様式の影響を受けつつもそれらとはまた異なった建築様式が開花した。それらの建築様式の出発点は 古代の中国であり、中国文明で起こった建築様式の影響を受けて、日本建築や朝鮮建築、チベット建築、ベトナム建築が発生した。それらの建築様式は、中国王朝との作法関係や交易、仏教の伝播によって、文化と共に伝わったものと土着の建築様式や、その地域の風習や気候などに合わせて混ざり合った結果、 成り立った建築様式が多い。その他にアジアでは多種多様な建築様式が開花した。ナイル川の東岸から見たルクソール神殿、古代エジプト建築の代表格である。アフリカにおける主な建築様式は、古代エジプト建築、イスラム建築、土屋などが挙げられる。そのうち、最も古代から存在したと考えられている古代エジプト建築は、 古代エジプト文明において発展した建築様式であり、その建築様式は古代エジプト文明で独自の発展を遂げた建築様式ではある。この建築様式は他の文明における建築様式に多くの影響を与え、後にビザンティン建築、近代建築などにも多くはないが影響したと考えられている。古代エジプト建築はナイル川の川岸に 多様な建築物と巨大な記念碑を極めて多数建造し、それらの中では、ギーザのピラミッドや様々なスフィンクス、ルクソール神殿、フィラエ神殿、アブシンベル、エジプト国外ではメロエなどが挙げられる。また、中世における北アフリカへのイスラム教の信仰の、浸透において、アラビア半島で発達していたイスラムの建築様式が持ち込まれ、後に王朝が分裂すると、 モロッコ、チュニジア、エジプトなどの地域で異なる色合いを帯びた建築様式が開花した。その過程でエジプトでは古来の建築様式をはじめとする文化は消滅した。イスラム建築は今でも北アフリカでは用いられる。また、その他にも土着の民族による建築様式が発達したし、近代の植民地化において西洋の建築様式が輸入されたりもした。 現在でもアフリカ地域では伝統の建築様式が用いられ続けている。アテナイのパルテノオン神殿ギリシア建築は紀元前7世紀頃から様式の確立がなされたヨーロッパ最古の建築様式であるとされているものである。ギリシア建築はその後の紀元前5世紀ないし、紀元前4世紀頃にその頂点を迎え、アテナイのパルテノオン神殿などに代表される。 建築物を成した。その時代のギリシア建築は建築物の空間よりも細部の装飾や比例原理を洗練させていった。特に古代ギリシア各地に残っている神殿建築はその最たるところであり、それらの建築物は近代に至っても古典建築の模範とされ続けた。その後のヘレニズム時代には建築の形態が再編成され建物の関係性や連動性が 都市計画の中で意識されるようになったが、機能的要求から建築から独創性や力強さは失われた。この時代の主な建築物には、ペルガモンのゼウス大祭壇などが挙げられ、これら要素が後に花開くローマ建築に継承された。マクセンティウスのバシーカ古代ローマ帝国の下で繁栄したローマ建築は、土着のエトルリア人の建築様式や、 同時代に反映していたギリシア建築の特徴を反映しつつ独自の発展を続けていった建築様式である。ローマ建築はその後ヨーロッパをはじめとする西方世界の建築様式や美術等において極めて重要な位置を占めることとなる。ローマ建築の中では古代ギリシアの美術様式の影響は特に強く、それらの要素は建築に取り入れられた。 古典気のギリシア建築が一つの彫刻であるかのように捉えられ、それ単体で完成するような建築様式で自己完結的である。一方、ローマ建築では建築物の単体での完成ではなく相互の関連性、社会的要求、美的要求、その他の要素が複合して成り立っている。そのため、ギリシア建築と異なり、ローマ建築では神殿でなく神殿や バシリカなどをすべてを包括したフォルム、コロッセオに代表されるような円形闘技場、公共浴場などの公共施設が想起される。後の4世紀、ローマ帝国は混乱期を迎え、その結果、経済的に恵まれた東方では、ローマ建築は新たな建築の道を開き、キリスト教と深い関わりがあるビサンティン建築として継承、再構築された。一方、 西方の衰退の波は止まるところを知らず、ローマ建築の技術は急速に失われ衰退する。また、ローマ建築の最終局面はキリスト教と深い関わりがあり、教会道などにその技術は用いられた。ハギアソフィア大聖堂内部ビザンティン建築は東方ローマ帝国で発達した建築様式である。ローマ建築演熟機の優れた工学、 技術を継承し、早い段階で技術的成熟に達し、東ローマ帝国内で発展することも、急速に衰退することもなく存続した。特色は、正方形、またはギリシャ十字型の平面、複数のドーム、境界内に施された金字の華麗なモザイカ壁画等である。バシリカ様式とドームを融合する建築形態は、古代ローマ帝国における世俗の建築の中で、 すでに確立されていたものだったが、建築史の中で一般的形態として確立されるのは6世紀頃のビザンティン建築においてである。その最たる例は5世紀後期に建立されたミリアムリクにある教会堂である。4世紀頃には帝国の特権宗教であるキリスト教の儀礼空間を形成し、そのいくつかは今日においても正教会の制度。 あるいはイスラム教のモスクとして利用されている。その代表例はトルコ・イスタンブールのアヤソフィアであり、現在では博物館及びモスクとして利用されている。しかし、その後、7世紀頃の東ローマ帝国の国力の衰退と勢力範囲の大規模な縮小に及んで暗黒時代を迎え、技術は喪失の時代を迎える。建築物も小規模かつ粗雑な要素で、 構成されるようになる。しかし、10世紀頃の東ローマ帝国の最流星によって復活を遂げる。また、キリスト教の布教活動と連動して、東欧圏のみならず、ロシアあるいはアルメニアやジョージアなど、コーカサス地方、シリアなど、西アジアにも浸透し、それらの地域でも土着の様式と融合しながら、独自の様式へと発展した。 シュパヤー大聖堂ロマネスク建築は、ローマ建築以来最初の中世西,西ヨーロッパの確立された建築様式である。時代区分としては、おおよそ1000年から1200年頃までのゴシック建築以前の建築を指し、ロマネスクは、帝政ローマ時代の建築様式以来初めての半ヨーロッパ建築様式とも言える。同時代のビザンティン建築と同じく、 西ローマ帝国の滅亡後に帝国の遺産として残された建築手法や美術を受け継いで発達し、教会堂建築において最高の知識、技術、芸術が集約された。しかし、ロマネスク建築においては彫刻や絵画などの美術品は、その教会堂を装飾するための副次的要素であった。ロマネスク建築の建築物は主に西ヨーロッパで誕生し、 その後フランス、ドイツ、イタリア、イギリスなどに伝わった。なお、ロマネスクという言葉は美術史、建築史において19世紀以降使われるようになった。用語で当初は堕落したローマ風の建築という別称だった。シャルトル大聖堂12世紀後半、フランスではゴシック建築が発祥し花開いた。この建築様式の特徴は一般的には 内部的な高さと細い柱などで、その他にも石像天井およびそれらを成し得る構造的特徴の組み合わせ、交差リブボールと側壁またはバットレスとなる。これらの構造は19世紀に入って構造学の観点から再評価がなされた。しかし、これらのゴシック建築の要素は東方に起源を持ち、そのうち戦闘アーチはサーサーアンアサ、ペルシアにおいて、 すでに用いられていた。それらの特徴を持つ建築物はフランスからイギリス、北部および中部イタリア、ドイツのライン川流域、ポーランドのバルト海沿岸およびビスワ川などの大河川流域にわたる広範囲に伝播した。なお、ゴシックという呼称はもともとゴート人風のということを表した別称で背景にはルネサンス前の中世の芸術を野蛮なものとし、ゴート風の と呼んだことに由来する。ルネサンス以降、ゴシック建築は帰り見られなくなっていった。また、北、ドイツやポーランドを中心とするバルト海沿岸及びその大河川の流域では、ブリックゴシックと呼ばれる、レンガを用いた独特のゴシック建築が発展した。サンピエトロ大聖堂内ブルネサンス建築は、イタリアのフィレンツェで1420年代に始まった。この時代、 東ローマ帝国の滅亡を受けて古典期の学問が流入したことによる古典時代の美術様式に復古しようとする動き、すなわちルネサンスがイタリアでは花開いており、それと連動して古典主義建築として発展し、その系譜はバロック建築、ロココ建築、新古典主義建築などに発展、継承されていく。ルネサンス建築はイタリアのフィレンツェに始まる。 文化的現象でヨーロッパの歴史の中でも交際を放つ時代の一つとして挙げられることが多い。ルネサンス建築は17世紀初頭まで続き、古典古代を理想とするルネサンスの建築様式における表現と言える。ルネサンスと同様、人体ピレート、音楽調和を宇宙の基本原理とし、ローマ建築の構成を古典主義建築として理論付けた。ルネサンス建築は、 貴族の邸宅や大聖堂、教会堂において用いられた。その後も通じて、西欧建築の主流であったが、19世紀の歴史主義において相対化し、やがて解体した。ルネサンス建築は、本質的な意味では15から16世紀のイタリアの一部の都市にのみ成立したと言えるが、フランス、イギリス、ドイツなど、西欧諸国の建築活動にも影響を与えた。 主な建築物に、イタリアでは、サンピエトロ大聖堂、サンタ、マリアデルフィオーレ大聖堂などがある。ベルサイユ宮殿ヨーロッパにおいて1590年頃から、バロック建築は始まり、盛んになった建築様式である。この建築様式は、建築そのものだけではなく、その中の彫刻や絵画を含めた調度品とも密接に関連することによってよってその空間を、 構成しており、複雑さや多様性を示すことを特徴とする。特に内部空間の複雑な構成は他の建築様式とは際立った特色となっている。バロック建築は宗教改革によって著しく低下したローマカトリック教会の権威の失意を芸術活動によって補おうと企んだローマ教皇シクスとスごせい パウルス五世等の活動により16世紀末から17世紀初期にかけてローマで始まった。やがてイタリアでのバロック建築は衰退するが、ブルボンアッサ、フランス王国に継承されて、ルイ14世太陽王の支配する宮廷において、バロックは絶頂期を迎え、大いに反映した。さらに、隣国で強国だったブルボンアッサスペイン王国、ロシア帝国、 ハプスブルク領、プロイセン王国、スウェーデン王国などにも波及し、それぞれの地域では独特な発展を遂げるに至った。ロシア帝国では、ロシア皇帝であるピョートル一世大帝が改革の一環として、ヨーロッパ文化を未開だったロシアに、積極的に持ち込んだ。旧都モスクワを捨てて、バルト海沿岸の新都市サンクトペテルブルクを県とし、 そこではこの時ヨーロッパで絶頂だったバロック建築がサンクトペテルブルクを中心に花開いた。後にロココ建築に変化した。なお、バロックという語の語源はポルトガル語のバロッコと言われ、元は一部に見られるグロデスクな過剰すぎる装飾美術に対する別称であった。後に19世紀の様式の反乱期において見直された。ロココ建築の内部ロココ建築は、 18世紀に主に宮廷建築で用いられた後期バロック建築の傾向を指すもので、その様式は、ロココと同じく女性的な曲線を多用する繊細なインテリア装飾などが特徴である。また、左右対称にはこだわらず入り口側の中心軸と庭園側の中心軸をずらすなど威厳より実用性を意識した。しかし、あくまでも、 後期バロック建築の傾向を表現する用語であるため、この様式は独立した建築様式ではない。室内装飾に特徴があり、ヨーロッパのバロック建築最盛期の後、18世紀、フランスに始まり、その他の各国に伝わった、フランス語のロカイユに由来する言葉である。主な建築物には、サンスーシー宮殿などが挙げられる。パリ、ブルボン宮殿18世紀後期に、 ヨーロッパでは新古典主義建築が花開いた。この建築様式は、啓蒙思想や革命精神、考古学の発達と古代の解明を背景として、フランスで起こった建築様式であり、以前のロココ建築の過剰な装飾性や、軽薄さに対する反動として始まったと考えられている。古代、ギリシアや古代ローマの古典建築にある荘厳さや、 通行日を備えた建築が模索され、特徴は古代の建築に内在する美を探求し、古典建築を再現したことにある。また、この時代に回帰された考古学の影響も否めない。論理的で厳粛な啓蒙的性格を持つ様式に置き換えようとする動きが広がり、18世紀の末期に盛んにこの様式で公共建築物が建設された。 単なる古典の復興にとどまらず、次々に共和国が樹立される中で古代ギリシャローマ時代の民主主義的思想との結びつきから指導者たち8は公式の美術として新古典主義を採用し、浸透した。やがて19世紀の様式乱用の中に衰退し、そして埋没して行った。定正様式は19世紀前半に起こった建築様式で、その背景には、 ナポレオン・ボナパルトのフランス帝政がある。家具その他の装飾芸術や視覚芸術の分野におけるデザイン運動でしばしば第二次新古典様式とみなされる。帝政様式は古代ギリシャローマ時代の素晴らしい象徴や装飾からイメージを取り入れられた。また、ナポレオン・ボナパルトの失墜後も帝政様式は変貌を遂げながらもその後数十年間にわたって支持され続ける。 名称は、帝政を意味するフランス語、エンパイアの発音から、アンピール様式、また英語読みで、エンパイア様式と呼ばれることもある。西アジアスペインヘネラリフェ宮殿の中には、建造物は、イベリア半島のイスラム建築の特徴を持ち、庭園は、ペルシャ式庭園の構造である。ペルシャにおいては、一般的に、ペルシャ式庭園と称される庭園の様式が、発展した。 ペルシャ式庭園は、メソポタミアの肥沃な三日月地帯で文明が発達した、紀元前4000年代に遡ることができると考えられている。現在、確認できる最古の庭園は、紀元前500年代に建設された、アケムネスアッサ、ペルシャ帝国のと、パサルガダイに建設された、パサルガダイ庭園である。この庭園には、ペルシャの国境ゾロアスター教の4つの元素である。 水、土、空、火の区域に分けられており、後にペルシャ式庭園の基本となる様式、チャハルバーグの元となる様式が、すでに存在していたことが伺える。アケメネス朝が、アレキサンダー大王によって滅ぼされてから約550年後に、起こったサーサーアン朝、ペルシア帝国では、ゾロアスター教が最盛期を迎え、芸術における、 水の役割の重要性が増していった時代であった。この傾向は、それ以後のペルシャ式庭園を建設するにあたり、必要不可欠なものとなり、噴水や池が庭園内に盛んに建設されるようになった。その後、サーサーアン・アサが、イスラム勢力のイスラム帝国に滅ぼされてからは、皇術のイスラム建築に取り入れられて、宮殿建築などに多用されることとなる。イスラムによる、 ペルシャ征服以降、神秘的なものが重要視されるようになった。その代表例が、庭園を四分割する様式である、チャハルバーグであり、これはエデンの楽園を模倣したものである。また、その後に、モンゴル帝国による支配の時期になると、多少の変化はありつつも存続し、世界のイスラム圏、特にイランやインドにおいて使用された。いわゆる四分割の庭園の模式図。 模式図では、図の上部に宮殿が、水色の部分は、水路や噴水を指し示す。現在のイスラーム世界における最古の宮殿庭園が、シリアのルサーファにある庭園であり、建築は、ウマヤ朝時代に遡る。その次に遺跡が現存する2番目に古い十字型庭園は、イラクのサーマルダーで、アッパース朝時代の9世紀半ばに建設された。 考古学的に4分庭園と実証された遺跡は、アンダルシアのマディーナーイコールザフラーである。この遺跡は、後ウマイヤ朝時代の936年以降に建設された庭園である。西暦610年頃に、カイソムハンマドによって、イスラム教が誕生すると、イスラム教が誕生したアラビア半島一帯で、使用されていた建築様式を取り入れた。 建築様式が誕生した。この建築様式は、イスラム建築と称されるものである。7世紀頃に始まったイスラム建築は、当初は、主として、ビサンチン建築の伝統とサーサーアン・アサペル社の建築様式の伝統とを受け継いだ。その後、イスラム圏の拡大とともに、イスラム建築が使用される地域も広がり、イスラム教を信奉する諸民族の土着の、 建築様式と融合しながら、それぞれの地域で発展を遂げた。その結果、以来1300年間にわたる様式的発展は、極めて多様な建築様式に発展した。少なくとも、初期、中世、近世の3段階と、マグレブ及び、スペイン圏中東アラブ圏トルコ圏イラン中央アジア圏インド圏東南アジア圏の6系統に区別されるようになった。 また徹底した偶像否定の精神から具象的な壁画や彫刻は普及せずアラビア文字で綴ったコーランの聖句や抽象的な幾何学文様、植物文様などを浮き彫り、透かし彫り、モザイク、造眼などによって表現する平面的な装飾が発達したのも著しい特徴である。これらの偶像否定から誕生した植物文様、アラビア語の飾り文字などは現在では アラベスクと呼ばれており、イスラム建築を構成する重要な要素の一つとなっている。全般的な傾向としては、中庭形式が多く、構造材料には、小成レンガ、日干しレンガ、割石コンクリートなどを、また仕上げ材料には、スタッコ、テラコッタ、採用タイル、石パネルなどを用いている。また加工に、戦闘系、馬蹄系、多弁系のアーチをはじめ、 ボールと、スキンチ、ペンデンティブ、ドームなどの曲面構造を駆使している例が多い。固有の要素としては、ミナレット、イーワーム、スタラクタイトなどが挙げられる。ムガル建築ムガル建築の最高傑作と謳われるタージマハルイスラム王朝である、ムガル帝国支配下のインドは大陸においては、一種のイスラム建築であるムガル建築が発展した。ムガル帝国で栄えた建築は、主に、 ペルシア的なイスラム建築の影響を残しつつも、土着のインド的な要素を取り入れていった。ムガル帝国は首都、を、カーブル、デリー、アーグラ、ラホールと、たびたび移動したため、都が築かれた各地で、イスラム建築が建設され、インドは大陸における建築様式に影響を与えた。ムガル建築においては、ペルシャ式庭園のようなチャハルバーグを採用した庭園が多くを占めており、 また、各都市に建設された城塞においては、絵画や彫刻による室内の精緻な装飾が発展した。イスラム教の誕生地から遠く離れたインドでは、偶像否定の意識は低く、玉座の背後や、室内の壁の一部などには、ムガル絵画による絵画で装飾が施されている。また、屋外の建造物では、ムガル帝国の皇族の出身地である中央アジアの、 イスラム建築の様式及びペルシャのイスラム建築の要素を多く取り入れ、正面の大きな壁画や、そこに施されたアラベスク等による、きめ細かな優美な装飾などが挙げられる。ミナレットの様式もペルシャ及び中央アジアと類似している。初代皇帝バーブルは、皇族同士の内紛によって、もはや風前の灯下であったティムール朝を見限って、インドに侵攻、ローディアサを破って、 デディーにて、ムガル帝国を建国した。彼は、アヨーディアにバーブリーマスジドを建設した。また、バーブルの庭園に対する思考は子供たちに受け継がれ、ムガル建築の特色となった。しかし、最終的に、ムガル建築が、飛躍的な発展を遂げたのは、彼の孫の、大帝、アクバルの時代である。彼が建設した不応のための不満運病の建設は、来た。 インドにおける中央集権国家が確立した少佐であった。その他にもアーグラ城塞を新トアーグラに建設し、応急とした。さらに、新トファテープルシークリーの建築軍は、インドを代表する赤い石を使用し、木造建築を模した石造建築というインドの伝統的な建築工法を導入した。シャージャハーンの思考は白大理石であったと言われ、特に、 アーグラのヤムナー川に面するタージマハルが名高い。タージマハルはアイヒムムターズマハルのために建設された白亜の建造物で世界で最も美しい母廟と評されるなど、後世においても評価は高く、現在ではインドの主たる観光名所の一つとなっている。デリーの赤い城のように赤砂岩を用いた建築物も残しているが、皇帝の私的空間には白大理石を好んで、 使用した。彼の息子のアウラングゼーブは、ラホールにバードシャーヒモスクを建設した。総じて歴代ムガル皇帝の建築物の造営への熱意は高かったと言える。歴代ムガル皇帝は彼自身のための建造物や、宗教的なモスクやマドラサなどの建造物、愛妃たちのための母廟などの国家を挙げての建造を数多く行ったとされる。 それらの活動によって、インドのムガル建築が大きく発展したと言えよう。その他にも、インド諸領法の君主たちによる建造物の建設も大きな役割を果たしたとされている。オスマイ建築するタンアフメドモスク、イスタンブール14世紀から19世紀、現在のトルコを中心に、北アフリカ、西アジアなどで強制を誇ったオスマン帝国では、 旧来のルームセルジューク町の建築様式やペルシャ建築の系譜を継ぐ建築様式、すなわちオスマン建築が開花した。トルコにおいて建築を大きく前期と後期とに分ける場合、その後半を占めるのがオスマン建築であり、オスマイ建築が使用された時期やその栄枯盛水はオスマン帝国の発展と衰退と大きく関連している。オスマン建築の源泉となった建築様式である セルジューク建築は中央アジア及びイランのイスラム建築との関連性が見られる建築様式で主にセルジューク朝及びその後継国家において用いられた建築様式である。オスマン帝国の建築の起源はオスマン帝国の前身オスマン公国の旧創始国ルームセルジューク朝の建築とセルジューク朝の ペルシャ建築からデザインを借用したものであり、政治的な安定を得るまでは、独自の意象は開拓されなかった。東ローマ帝国の建築については、その関係があまり明確ではないものの、少なくとも初期の段階においては、ほとんど影響を受けていない。オスマン建築は、イスタンブールやエディルネなどの重要な都市やキュートに、建設された巨大なモスクの建築が印象的である。 しかし、その一方で、ジャーミーを中心とした、マドラサ、病院、救済施設を融合した複合施設であるキュッリーへといった、建築群、王宮として使用されたトップカップ宮殿などに代表される、キオスクの集合体としての宮殿、そして貴族や一般民衆の住宅建築などが、オスマン建築の特徴となっている。モスクなどに見られる、オスマン建築独自の特徴は、 ビサンチン建築のアヤソフィアのように大ドームや半ドームを組み合わせて一つの大きいジャーミーを形作っている点や先が鋭い円錐形のミナレットなどが挙げられる。初期のオスマン建築の特徴であるスクイン地によって支えられるシングルドームと交差軸 E1 モスクは共にセルジューク建築に遡る。石とレンガを交互に積層する壁はビサンチン建築に起源があるが その採用方法は、ビサンティン建築とは異なるものであるとされている。コンスタンティノポリスを征服して、東地中海の覇者となり、総霊王と称されるスレイマン一世の元オスマン帝国が絶頂期を迎えると、オスマン建築はその意象だけではなく、需要に応じた優れた社会施設や建築技術を開花させた。特に、 オスマン帝国最高の建築家と評される16世紀の建築家、ミマール水難による数多くの建築は有名である。彼は、帝都イスタンブールには最大級のモスクスレーマニエモスク、そして西部の町エディルネには水難自身が自身の最高傑作と認めたセリーミエモスクを建設し、オスマン建築の黄金期を作り上げた。水難は、 ビサンツ帝国時代に築かれたアヤソフィアの衣装と構造を参考にしてオスマン建築におけるジャーミーの様式を決定づけるなどアヤソフィアから多大な影響を受けたとされており特にスレーマニエモスクはアヤソフィアのプランをモデルにして建設されたというまたメフメトアーはイスタンブールにスルタンアフメドモスクを建設した16世紀以降 オスマン帝国は緩やかに衰退していくが、水難没後のオスマン建築もまた衰退し、その衣装は緊張感のかけるものとなる。やがてジャーミーに代わり、スルタンや有力政治家の住居、邸宅の建築が盛んになり、ボスポラス海峡沿岸には豪華な邸宅建築が並ぶようになった。18世紀以降になると、オスマン帝国では以前のように巨大公共建築や、 モスクなどはほとんど建設されなくなり、低滞期に入るが、貴族や一般市民の住宅は継続的に建設されており、以後のオスマン建築は、宮殿、住宅建築が主要な要素となる。その後、オスマン帝国末期には、ヨーロッパ列強の影響力を強く受けるようになり、ドルマバフチェ宮殿などをはじめとする、ヨーロッパ風の宮殿建築が建設されるようになった。特に、 バロック建築やロココ建築が多く用いられたとされており、今でもボスポラス海峡の沿岸にはバロック建築やロココ建築で作られた宮殿や邸宅を多く見ることができる。しかし、意装的にはヨーロッパ風の建築様式を参照しているものの、その平面計画はオスマン建築で伝統的に用いられたもので、その構造もオスマン建築の影響を色濃く受けたものであった。 そのため、オスマイ建築は1922年に起こったオスマン帝国の滅亡まで、その独自性を最後まで失うことはなかったとされている。サファビー建築イスラーム国家サファビー庁の時期に形成された建築様式をサファビー建築と称される。サファビー建築は近隣のオスマン建築と共に近世のイスラーム建築の一角を担う建築様式とされている。 前期には大きく流星したが、後期になるとほとんど発展や進展は見られなくなった。サファビー町の中高の祖であるアッパース一世のもと、サファビー建築は比較的短期間に開花し、初期の段階でモスクの形式を宣伝させたが、その後は細部の技巧に執着する傾向を示し、現代のイスラム建築にまで影響を与えるような新しい動きはほとんどなかった。 他のイスラム諸国、例えば北方のジョチウルスや西方のオスマン帝国の建築様式による影響は受けなかったが、サファビー朝時代以外のイスラム建築は現在のイランにほとんど残っておらず、サファビー朝の建築物の系統をたどることは難しいのが現状である。サファビー朝において皇帝たちによって建造されたモスクや霊廟の建築がほぼ全てである。 その他の住宅や市場などにおいては特に大きな変化はなかったとされているが、レンガなどを用いた建築手法は高く評価されている。歴代皇帝による建築の中でも前期においては、アッパース一世によるイスファハーンのメーダーネナクシェ、ジャハーンやマッスジドイ、シャア、後期においてはアッパース二世によるポルイハージュなどは、秀逸な建築とされる。東アジアは、主に、 中国文化圏に属するため、朝鮮半島や日本、琉球、ベトナムなどでは、中国の建築様式に強い影響を受けた建築様式が発展した。中国の高画文明及び朝耕文明などでは、古くから現在の中国建築に通じる建築様式の建造物が築かれており、それが後に、陰や州、旗や漢などの中国を統一した。 強大な国家が誕生するについれて巨大化した。また、周王朝時代からは、瓦や屋根が使われるようになったとされている。関王朝などにおいては、周辺地域との朝光の関係を通して、建築様式が伝播した。また、後の随東大では、日本や朝鮮半島の諸国をはじめとする多くの東、アジアの国家が中国文化圏に取り込まれ、 中国の建築様式を模範とした建築様式が発展した。後に、それらの建築様式は気候風土や土着の建築様式との融合を経て、それぞれの地域独特の建築へと発展して行った。また、本家の中国では、現在にも残る資金城などの巨大な宮殿建築や、城、儒教や仏教の寺院などが建設され、妙多朝、 清し王朝ななどを経て現在よく知られる建築様式となった近代になっても中国王朝との兆候の関係が続いていた国ではより中国らしい建築物が作られた。その一方でインドシナ半島やインドネシアの諸島部ではインドの影響を受けた建築様式及び中国の影響を受けた建築様式などが発展した。 カンボジアのクメール王朝では、ジーン・アンコール・ワットや、王宮・アンコール・トムが建設されたし、インドネシアのジャワ島には巨大な仏教寺院である、ボロブドゥル遺跡が建設され、その当時の仏教建築または、ヒンドゥー教の流星を物語っている。その後、それらの地域は、多くがイスラム化され、新たにイスラム建築でモスクなどの建造物が建設されたが、それらは、 アラビアやペルシャのものとは若干異なる様式で築かれた。古代エジプトでは古代エジプト建築が発達し、それらは主に神々に捧げる神殿や王の宮殿、そしてピラミッドなどに用いられた。代表的なものにカルナック神殿、ルクソール神殿などが挙げられる。また、建材には石材の多日干しレンガなどが用いられ、 エジプト新王国時代以降の神殿建築には、前面に、ピュロンと呼ばれる、門等、大列中室と呼ばれる列中が立ち並ぶ儀式を、取り行う部屋、前室、そして神殿内で最も神聖なイタリ製書内ナ、オスがあった。現在知られているエジプト建築は、ほとんどが神殿であり、王宮などは、崩れやすい日干しレンガ及び、泥レンガで作られたために非常に脆く、 現在に残っているものは国ずかである。歴史上最も他の文明に影響を与えた文明である古代エジプトはナイル川の川岸に多様な建築物と巨大な記念碑を極めて多数建造したが、それらをファラオが国家の威厳を示すために建造したため大きく発展したのだった。それらの中で最も巨大で有名なものはギザのピラミッドとギザのスフィンクス。 あるいはコトテーベに残る巨大神殿の数々である。また、古代エジプトにおいては測量術や天文学が大いに発展していたため、それらも巨大建造物を建設するために用いられた。そのため、ギザのピラミッドなどは正しく南北東西を向いていることで有名である。また、古代エジプトでは太陽が昇る生の世界東と太陽の沈むしの 世界西という宗教に由来する思想があったため、東西軸が重視されたと言われている。それ以前のエジプト初期王朝時代においては、北極星の信仰が盛んだったために、南北軸が重要視されたという。そのうち、最も古代から存在したと考えられている古代エジプト建築は、古代エジプト文明において発展した建築様式であり、その建築様式は古代エジプト文明で、 独自の発展を遂げた建築様式ではある。この建築様式は他の文明における建築様式に多くの影響を与え、ギリシア建築は地中海のクレタ島を経由して古代エジプト建築が伝わった後に変貌したものであると末右説も存在する。ビサンティン建築、近代建築などにも多くはないが影響したと考えられている。古代エジプトの水防の跡は 周辺のギリシアやローマにおいてその部分的な要素が受け継がれたとされている。キルワ島の大モスク氏また、前述の通り中世におけるイスラム化の後は、北、アフリカ、アフリカの東海岸、及びサハラ砂漠では、イスラム建築が用いられ、それぞれ気候風土にあったように変質し、現地に深く根を下ろす建築様式となった。それらの中で有名なものは、エジプトカイにある、 イブントゥルーンモスク、タンザニアのキルワ・キシワニと、ソンゴム・ナラの遺跡群等である。その中で、キルワ・キシワニと、ソンゴム・ナラの遺跡群は、キルワ島の中世における、交易地としての繁栄と、当時のイスラム化を伝える遺跡で、現在は木々に埋もれて、廃墟と化した遺跡が残るのみである。現在のメキシコ一帯のメソアメリカの処分名では、 独自の高度な石像技術をもととした優れた建築様式を発展させた。彼らはそれぞれの都市国家においてピラミッドと称される寺院建築や応募を建造した。また、アンデス山脈のインカ帝国では主に山の上に優れた石像技術を用いた建築が数多く建設された。マチュピチュはその最たる例で現在も研究が続けられている。後に、 欧米に植民地化されると、これらの建造技術は忘れ去られ、ヨーロッパ的な建築様式が取り入れられた。北アメリカ一帯では、先住民のネイティブアメリカンたちは、建築様式を作らず、建築様式が伝わるのは15世紀以降の欧米による植民地化の後のことである。アッタロス一世のストアの復元ローマのカピトリヌスに、アッタユピテルオプティムスマキシムス、ユーノー、 ミネルーア神殿典型的なエトルリア神殿の形式。内人が三室あり、中央にユピテル人、両脇にユーノ人、ミネルーア神が祀られていた。サンロレンツォ聖堂上部はルネサンス時代、下部は末期ローマ時代のものである。ミイス・ファンデルローへのバルセロナパビリオン1750年の状態に復元されたブルタング要塞オランダ。ありがとうございます。